歳したイタリア人と離婚。すでに若手ミュージシャンと交際中。シンガーソングライターの宇多田ヒカル、35、が、年下のイタリア人男性と離婚していたことが、7日、わかった。所属レコード会社が、離婚は事実です。時期については、把握しておりません。と、明かした。二人は2014年2月に結婚を発表。男性はフランチェスコと名乗り、A ロンドンのバーテンダーだと説明していた。すでに宇多田が、若手ミュージシャンと、交際しているとの情報もあり、デビュー20周年の節目は、公私ともに新たなスタートを切る一年となりそうだ。デビュー20周年の節目を迎えた歌姫が、私生活でも大きな転機を迎えていた。宇多田の所属レコード会社が離婚を発表。世界的な注目を集めた、格差婚は、約、4年で終わりを告げた。8歳したとされるイタリア人男性との再婚は、宇多田が芸能活動休止中だった14年、2月に電撃的に発表された。当時、男性は宇多田の公式ホームページで、平凡な男が、ヒカルのようなスーパースターと、一緒になるということが、不思議に感じられるかもしれません。私自身も初めは、信じられませんでした。と、コメントしていた。逆シンデレラストーリーとしてイタリアの地元紙でも取り上げられ、同年、5月には、男性のふるさとにほど近い、イタリア南部の海辺の町、ポリニャーノ・アマーレの教会で挙式した。宇多田は15年、7月に長男を出産。ツイッターで子育てについて綴ることもあった。離婚後も宇多田は、変わらず活動拠点を海外に置いているという。二度目の離婚を決断した宇多田だが、すでに新たな恋をスタートさせていると明かす関係者もいる。懇意にしている若手ミュージシャンと、交際中という。仕事面も順調で、新曲は、17日スタートの TBS 系ドラマ、花の千晴、花壇ネクストシーズンのイメージソングに決定。初めてプロデュースする新人歌手、小袋成秋、26、のデビューを、25日に控えている。宇多田は、02年、9月に映像作家の桐谷和明氏、49、と、結婚するも、07年、3月に離婚。今回で2度目の離婚となり、初婚時同様、5年以内で結婚生活にピリオドを打った。